スタンリーはアメリカ海軍の駆逐艦。フレッチャー級駆逐艦の一隻。艦名はファビアス・スタンリー少将にちなむ。1941年9月15日にチャールストン海軍交渉にて、寄港。1942年5月2日に、浸水。1942年10月15日に、ジェームズ・エーム・ロビンソン少佐指揮下にて収益した。試運転のため、 サムター要塞を通過し、キューバ沖へ航行した。1943年1月7日に、チャールストンに戻り、2月28日まで、東海岸及び、グアンタナモ湾にて行動した。その後デラウェアンに向かい、軽樹二洋艦サンタフェと合流、パナマ運河を通過し、3月22日に、真珠湾に入港し、潜水艦商会、演習、護送船団の護衛を行った。 5月14日、西へ向かう船団の護衛につき、ニューカレドニアのヌメアに入港した。3ヶ月間ヌメアにて、護衛任務に従事し、護送船団と共にエスピリットサント島へ航行した後、駆逐艦チャールズ・オース・バーン、クラクストン及びダイソンと共にソロモン諸島に向かい、8月27日までガダルカ・ナル島北東の海域にて紹介を行った。 スタンリーは9月13日にヌメアに戻り、機関の修理及び補給を行った。10月はフロリダ島からソロモン諸島の様々な島への護送船団を護衛し、10月末に第39任務部隊に加わった。部隊がブッカ島を攻撃している間、日本海軍の高速如来艇を撃退した。その夜、遅く、スタンリーは残りの機動部隊に加わり、 ブーゲンビル島南の島々を砲撃し、エンプレスオーガスタ湾を北上した。11月1日、遅く、第39任務部隊は、日本軍の地上部隊を目撃したが、エンプレスオーガスタ湾を出港する翌日未明まで、交戦はできなかった。11月2日の2時30分のレーダー探査により、日本軍を捕捉し、スタンリーは、他の3隻の駆逐艦と共に来撃を行った。 アーロン・エース・メリル少将の巡洋艦がその後の戦闘の主役となったが、スタンリーを含むアーレイ・バーク大佐のリトル・ビーバーズは、砲撃により、駆逐艦発風撃沈に貢献した。ブルゲン・ウィル島沖海戦では他にも日本海軍の軽巡洋艦川内が撃沈された。大森・センタロ少将は、タロキナ・ミサキへの上陸作戦を達成できずに、北方に交代した。 夜明けに、米軍の艦は数隻の輸送船と合流するため、移動した。途中、第39任務部隊は、ラバウルからの100機の襲撃を撃退し、翌日に、つらぎ島の港に到着した。1943年11月から12月に、かけて、スタンリーは、ニューヘブリディーズ諸島及び、ソロモン諸島にて行動した。11月16日、コンバースと共に、 日本の潜水艦を砲撃し、おそらく撃沈した。12月24日にはマサンゴン島を砲撃し、演習のためソロモン諸島から出港した。1944年1月29日、演習を終え、ソロモン諸島に戻り、紹介火力支援及び、護送船団の護衛に従事した。3月24日から30日にかけて、 スタンリーはパラオ諸島への航空攻撃を行う第58任務部隊の空母を護衛した。4月30日までマジュロに手修理を行い、5月までマジュロ周辺の作戦と演習に費やした。6月3日から8日まで従順洋艦インディアナポリスと共にマジュロからクエゼリン艦礁、エニウェトク艦礁への航路を維持し、その後第58任務部隊に再び加わった。 第58任務部隊は6月11日にマリアナ諸島への空襲を開始し、スタンリーは空母の護衛についた。6月15日と16日に第58.4任務軍が小笠原軍島の伊王島及び父島へ航空攻撃を行った際にもスタンリーは空母の護衛についた。18日、第58.4任務軍は第58任務部隊と 合流、6月20日にグアム島とロタ島の砲撃に参加し、2日後、サイパン島へ向かい米軍の防衛と支援を行った。7月3日までサイパンの海域を紹介した後、第58.4任務軍はエニウェトク干渉へ交代した。スタンリーは7月18日にマリアナ諸島に戻り空母を護衛し、その後米国への帰祷を命じられた。エニウェトク干渉。 真珠湾を経由し、8月17日にサンフランシスコのベスレヘム造船所に入った。9月をオーバーホールに費やし、10月初旬に試運転が行われた。10月18日に真珠湾に戻り、11月10日にうるしい干渉に向かって出港し、11日後到着した。スタンリーは11月の残りと12月8週まで、 ウルしい干渉に泊まり、その後フィリピンへ、高校、12月11日に、レーテワンに到着した。1944年の残りの期間は、サンペドロ湾での任務に当たった。1945年1月4日、チャールズ・オースバーン、フーとコンバース、スタレットと共に、サンペドロ湾から出撃し、ルソン島北部への上陸部隊を支援した。27日まで、 輸送航路を紹介し、日本軍が大規模な神風特攻隊の攻撃を開始した際、攻撃部隊の策的任務に就いた。1月31日に、レーテ島を離れ4日後に、ウルシー干渉に入り、2月8日には、サイパンに向かい6日間サイパンの海域を紹介した。その後、2月16日から3月13日まで、オウ島の海域にて、紹介任務に就いた。 3月15日にサイパンを経由して、ウルシー干渉に入り、3月27日まで修理を行い、その後沖縄に向かった。4月上旬、スタンリーは策的任務で沖縄周辺を航行した。4月12日、神風特攻隊による大規模な攻撃が行われ、カッシンヤングが損傷を負った際、スタンリーは直ちに救援に向かい、対空紹介に当たった。 米軍戦闘機と神風特攻隊が上空で戦闘を行う中、突然、ロケット推進の桜花が500ノットを超える速度で、スタンリーに向かって急降下で迫った。スタンリーは、喫水船の5フィート上にある、先週限に特攻を受け、弾頭は爆発することなくスタンリーの船体を貫通した後、海面で爆発した。損傷を修理するために、グアムのアプラ港に移動し、 日本が降伏するまでの2ヶ月半以上滞在した。8月30日、メアアイランド海軍造船所にて、オーバーホールが完了後、海岸を南下し、サンディエゴに向かい、予備艦隊に入った。スタンリーは1946年10月に退役し、太平洋予備艦隊に属したが、1970年12月1日に、海軍戦籍から除籍され、 1972年2月にスクラップとして売却された。スタンリーは第二次世界大戦中の功績により9個の従軍聖賞を受賞し、ソロモン諸島での戦いにおける功績から会長賞を授与された。ありがとうございます。